グスタフ・バウエルンファインとは、ドイツの建築家、画家である。中東の街の風景を描き、ドイツのオリエンタリズムの画家として人気があった。南ドイツ、バーデンビュルテンベルク州のツルツ、アムネッカーの薬屋の息子に生まれた。シュトットガルトの工科大学で建築を学び、ボイマー教授の建築事務所で働き、クナウトの事務所で働きながら、絵画も学んだ。はじめは、 ドイツやイタリアの街の風景を描いていたが、1880年から1882年の間、中東を旅し、中東の風景に見せられその後も何度も旅した。1887年にイエルサレムで、1868年からイエルサレムに移住した商人の名の女性と知り合い、後に結婚した。1890年から1896年の間、 ミュンヘンで暮らした後、1896年に妻と息子とパレスチナに移り、1898年からイエルサレムに住んだ。緻密に描かれた建物の描写などで人気があった。エルサレムで亡くなった後、忘れられた存在となったが、1980年代後半から再評価されるようになり、作品は高値で取引されるようになった。ありがとうございます。